眼科医の平松です。今日はそばの健康効果について、毎日食べるとどうなるのかについてお話しようと思います。そばの健康効果っていろいろありまして、例えば体重を減らしやすいとか、血糖値を上げにくいとか、コレステロールに対していいとか、あとは抗酸化、神経の守ってくれるとか、いろいろありますんで、ちょっと最後まで聞いていただければと思います。でまずは健康効果についてザザッとまとめようと思います。1個目が体重、コレステロールを低下してくれるっていうものになります。もう一つが高血圧を予防してくれる、血圧を上げにくいってことですね。3つ目が酸化防止、体を錆びにくくするというかな、そういうような効果になります。で4つ目が神経保護、神経を保護してくれる。特にね、これを見てる方だと緑内障とか神経弱い方いると思うんで、これ重要になってくる。そして血糖値の上昇を穏やかにしてくれて、タンパク質も補給できるという、結構優れものの食べ物なんですね。で、そういう優れものの食べ物の中で、これが、いわゆる主食となり得る、主食っていうか、毎食そばっていうのはなかなか難しいんだけれども、炭水化物として、取るものじゃないですか。なので、結構取りやすいし、ツルツルと食べやすいので、そういう意味で、非常におすすめだし、またスーパーとかコンビニとか、そういうものでも売っている、それでも十分効果ありますんで、そこら辺についてお話していきます。どういうものがそばには含まれているかっていうと、意外と知らない人もいるのが、ルチンという栄養素です。ルチンは特に脱炭そばというそばで、よく含まれているんですが、それ以外のそばでも含まれているものですね。かなり重要要素です。あとはコリン、ビタミン B1、B2、カリウム、食物繊維。あとは、そば自体が低 GI といってね、血糖が上がりにくかったり、カロリーも低かったり、タンパク質も多いっていうところが効果としてあるわけですね。じゃあ実際の論文で見てみると、2022年のシステマティックレビュー、比較的信頼できる研究で、831人を対象とした研究があります。その研究によると、体重が、だいたい 0.14 とか、コレステロールも下がるっていうような研究があります。そんなに下がらないなって思ったと思うんです。確かにそんなじゃないんだけれども、とはいえ、蕎麦を積極的に摂っている方が、いいんじゃないかなっていうところは言えるわけなので、体重減少とか、いいと思います。じゃあなんで体重減少してくれるのっていうと、一つは、タンパク質を含んでいて、タンパク質を含んでいると、他のものを無駄に食べにくいという傾向があるんですね。もう一つは、低 GI。血糖値が急激に上がりにくいので、これまた腹持ちがいいっていうところが、特徴としてあるので、体重を抑えたりとか、コレステロールを低下させるっていうところがあると思います。そして、血圧低下、血圧を上げないっていうことですね。もちろん、含まれているカリウムという栄養素の影響もあります。よく食塩、しょっぱいもの食べると血圧上がるって言いますよね。あれは食塩のナトリウムっていうものが水を引き込んで血圧を上げてしまうんです。ただ、カリウムがあると、ナトリウムとバランスをとってくれて、結果として血圧を上げにくい。つまり、塩分過多による血圧上昇にとってはいいんじゃないかとも言われてます。それ以外にも血圧に抑えるような効果があるんですね。それが、コリンというものです。コリンというのは、レシチンの材料にもなるもんで、要は、脂質、油の一種ではあるわけですけど、脂質の代謝、油っぽくなりにくかったりとか、あとは血圧を下げやすいとか、そういう効果があるので、非常に効果的な栄養素になってきます。そしてビタミン B1、B2、これは代謝、体のね、代謝とかにも影響してくるので、そういう意味でも、ただ血圧を下げるだけじゃなく代謝にも影響してくるよってことがあります。そして酸化防止、体っていうのは年齢とともによく錆びていくっていうような表現をします。シミそばかすとかが一番わかりやすい例ですけれども、日光とか光、はたまた、食事とかの関係のエネルギーによって、どんどん錆びていくとかね、劣化していくもんなんです。それを止めてくれるのが、抗酸化物質といって、酸化を食い止めてくれる物質になります。これが、そばに含まれている、ルチンという栄養素になってきます。ルチンって何なのっていうと、ルチンというのは、抗酸化物質の持っているフラボノイド化合物と言われるもんで、昔は、今も言われてるのかな、ビタミン P って言われてました。P なんて聞いたことないよ。C とかでしょっていうね。実際はビタミンじゃないことは後から分かってるわけですけど、ビタミンと同じと言えるぐらい効果があるので、ビタミン P と言われているわけなんですね。非常に効果的っていうわけなんですよ。その効果的なビタミン P である、ルチンというのは、酸化、
酸素からのダメージを防いでくれる。以外に何があるかっていうと、これが、まあ、これを見てる人には特に嬉しい神経保護効果っていうのになります。で、神経保護効果の中で、どのぐらいの効果があるのかっていうと、これが研究であるんですけれども、まあこれ残念ながらルチン単体の研究ではないので、ちょっとずれてはくるんですけど、ホルスコリンとルチンというのを混ぜたサプリメントを97名の方に飲んでもらいました。30日間内服していただくと、眼圧、目の硬さが 10% 下がるという研究がありました。眼圧って何っていう人もいると思うんで、眼圧っていうのはですね、まあ、眼科に行った時空気でブシュッと当てる、あの検査です。あれは空気を当てることで目がどのぐらい凹むか見てるんですね。凹みがすごく凹めば圧力が低い、目の硬さが低い。あんまり凹まなきゃ目が硬いよっていうことで、目が硬いと人間って、まあ、近視が進みやすかったりとか、目の神経が弱くなったりとかするんですよ。なので、まあ、圧を下げるのはいいですよって言われてます。ということで、ルチンを摂取することで、まあ、10% 減の、まあ、効果も期待できるんじゃないかなってことですね。さらには、ホルスコリン、ルチン、そしてビタミン B1、B2 を含んだサプリメントを16名の緑内障の方に40日間飲んでもらうと、まあ、20% さっきの圧力が下がったってことで、まあ、ビタミン B1、B2 追加しなきゃって、あ、大丈夫。蕎麦にはビタミン B1、B2 が含まれていますので、まあ、蕎麦であれば、まあ、そのまま気にせず、摂取していただいていいと思います。また、緑内障そのものの進行に、まあ、今言った眼圧、空気でやるやつね、関係してくるんですけど、それ以外にも目の違和感、不調っていうのも取ってくれるっていうのが分かっています。これもまた同じようなホルスコリン、ルチン、ビタミン B1、B2 の複合サプリメントを38人の方に30日間飲んでいただくと、目の不快感を消したっていうね、軽減しただね、っていうふうに、報告されているので、まあ、非常にこう効果としてはいいんじゃないかなっていうふうに思います。ルチンっていうのがいいのが分かったと。どんぐらい取ればいいのっていうと、1日 30mg 程度って言われてます。また、これね、蕎麦によってどんぐらい含まれてるか、変わってくるんですけど、まあ、普通に1人前ぐらい摂取していただけると、まあまあいいかなって思います。ちなみに、脱炭蕎麦っていう蕎麦は、もうめちゃくちゃ含まれてますんで、まあ1人前も食べなくても十分な量含んでるっていう感じと思ってください。またちょっとルチンにはちょっと1点だけ弱点があって、お湯とかお水に溶けやすいんですよ。なので、もし、お蕎麦、コンビニとかだったらちょっと厳しいけど、お蕎麦屋さん行くじゃないですか。そうすると、蕎麦湯っていうのが出てきて、飲むと思うんですよ。あれ、ルチン含まれてます。なので、まあ、ぜひぜひ蕎麦湯、ある場合は、なんかどうかなって思わずに、飲んでいただけるといいかなっていうふうに思いますんで、まあ、ぜひぜひ蕎麦湯も試していただければと思います。でも、お蕎麦はちょっと得意じゃないんだよ。ルチンどうにか取りたいなって人には、ルチンは、まあ、お蕎麦がね、一番ね、取りやすいし、含まれてはいるんだけども、トマト、みかん、レモンにも含まれてます。トマトで言うと、トマトジュース毎日飲むとどうなるのかって動画もありますし、レモンも、レモン水かなを毎日取るとどうなるかって動画もあるので、まあ、そっちを見ていただけると、まあ、ルチン以外の効果も、まあ、いろいろ歌っているので、まあ、ぜひぜひ見ていただけるといいかなっていうふうに思います。っていう、神経保護とか、まあ、酸化、防止とか、まあ、高血圧予防、そして体重とかコレステロールを抑えてくれるという効果以外に、やっぱり特徴的なものとしては、タンパク質が含まれて、そして血糖値が、緩やかに上がるっていうところが特徴的ですね。まあ、だから、もうこれだけでも蕎麦いいって言ってる人もいいぐらいですね。筋肉トレーニングをしてると、バズーカ岡田先生とかのね、動画とかだと、もう蕎麦はいいよみたいな感じで言ってる動画もあるので、ぜひそれも見ていただければと思うんですけど、まあ、非常にこう、まあ、効果的だと言ってくださっているので、まあ、いいかなっていうふうに思います。カロリーとかで言うと、まあ、蕎麦、100g 蕎麦で361キロカロリー、米も358キロカロリーって、まあ、そんな変わるわけじゃないですね。ただし、タンパク質ベースで言うと、蕎麦だと 12g。お米で 6.1g なので、倍ほど、タンパク質が含まれているので、まあ、非常にここは効果的かなと思います。食物繊維も米よりは含んでいるわけなので、まあ、血糖値の上昇が穏やかになると。まあ、これをよく GI 値って言います。GI 値っていうのは、食べたものがどのぐらい急激に血糖値を上げてくれるか。血糖値を急に上げてしまうと、また急に下がってしまうので、まあ、血管とかにも負担をかけてしまうんですね。なので、まあ、あまり好ましくない。もちろんね、激しい運動後とか、まあ、そういうのは全然 OK なんですけど、まあ、そうじゃないときは、普段はゆっくりがいいね。ということで、低 GI な蕎麦っていうのは、比較的おすすめっていうふうに思っていただいていいと思います。さらには、タンパク質が 12g 含まれていると言いましたが、そのタンパク質の組成がいいんですよ。
タンパク質って、まあ、アミノ酸スコアって言って、まあ、なんて言っていいかな、タンパク質の成績と思ってください。これが高ければ高いほどいいんです。お肉とか、よくプロテインね、飲むのよくあるじゃないですか。あれはもう100です。あ、ほとんどのはね、そうじゃないのもあるけど。一方で、植物って、まあ、結構低いんですよ。やっぱり人間の筋肉と動物の筋肉は近いかもしれないけど、植物ってちょっと違うじゃないですか。例えばお米、白米とかだと62とか、まあ、60代ぐらいのアミノ酸スコア。じゃあ蕎麦はっていうと、92から100。もうかなり、もう肉と言ってもいいぐらい、お肉に近いぐらい、アミノ酸のタンパク質の出来がいいんですね。まあ、そういう意味では、まあ、結構いい、おすすめできるっていうところもあります。で、蕎麦って、まあ、結構ボソボソした、蕎麦粉いっぱいのやつとそうじゃないのあるけど、あれどうなのっていうと、十割蕎麦とか、十割蕎麦とか、まあ、言いますけど。まあ、要は、蕎麦粉 100% のものと、二八蕎麦とか言いますけど、蕎麦粉8割、小麦粉2割っていうのがあります。一般的に売ってるのは大体二八蕎麦だと思いますね。まあ、特別、十割蕎麦とかって書いてあるのは別ですけど。うん。なので、ベストはもちろん十割蕎麦粉ですが、まあ、なかなか手に入れにくいし、そこまで激しい差ではないので、まあ、どちらでも食べやすい方を取っていただけるといいかなと思います。蕎麦には、それ以外にいろいろ種類あるよね。さらしな蕎麦とか、まあ、いろいろあります。どれがいいのっていうと、一番おすすめなのは、脱炭蕎麦ってやつです。ただ、この脱炭蕎麦ってそんなにないんですよ。なんでいいのかっていうと、脱炭蕎麦は、ルチンという物質をたくさん含んでいるので、まあそういう意味でおすすめ。さっき言ったように、ルチンは、抗酸化物質として、作用したりとか、神経を保護してくれたりがあるので、脱炭蕎麦一押しなんですけど、なかなか売ってないし、僕がよく行くスーパーやコンビニにも、売ってないな。蕎麦の、茹でるやつだとあるのかもしれないけど、ちょっとそれあんま見てないので、出来合いのものとか見るとあんま売ってないなってとこですね。まあ、それ以外に普段よく聞くのは、さらしな蕎麦。それは、まあ、蕎麦の中の、まあ、白米みたいなイメージですね。だから、まあ、非常にこう、精錬された、美味しいやつです。ただ、まあ、やっぱり栄養成分がちょい落ちちゃうってとこがあります。一方で、田舎蕎麦。まあ、非常に粗い感じの蕎麦の蕎麦殻とかも入ってるやつは、まあ、さらに栄養成分がちょっと上がってくる感じですね。やぶ蕎麦とか、砂場蕎麦とか。まあそこら辺もまあまあいい方だと思っていただいていいと思います。基本的には蕎麦粉が多ければ多いほどいいんだけど、まあ、手に入りにくいし、まあ、ちょっとボソボソしちゃうので、まあ2、8以上のものであれば、まあ、そんなに気にせず取っていただいていいかなっていうふうに思います。ということで、蕎麦の健康効果、そしてぜひ取った方がいい。まあどういうふうにってことについてもお話ししました。もう一回お話しすると、蕎麦の健康効果として体重減少とか、コレステロールを低下させるという効果。まあ、さらには血圧を上げにくい。ね。カリウムとか、コリンとか、ルチンとかの影響で。あとは抗酸化。年齢性のダメージを、まあ、ルチンが抑えてくれて。で、神経保護。まあ、特にここはね、まあ、重要ですけど、ルチン。ね。いいですよと。食物繊維も含んでいるし、タンパク質も含んでいるので、血糖値上昇も穏やかになります。タンパク質も補給できるっていうところでいいので、まあこういう意味で、まあ、お蕎麦を、まあ毎食蕎麦ってなかなかきついと思うんで、まあ、例えば1日1回とか、まあ2日に1回とか、どっかの食事に白米の代わりにお蕎麦に切り替えていただくっていうのは、あなたの健康を守ってくれて、体のバランスを整え、まあ、腸内も良くして、まあ、血圧とか、まあそこにも効果的だと思うので、まあぜひぜひ取っていただければと思います。他にもね、まあ食事こういうのがいいよとか、コーヒーはどうなのとか、そういうのもアップしていますので、見ていただければと思います。今後ともよろしくお願いします。